おととし10月に行われたうるま市議会議員選挙の開票結果について県選挙管理委員会が票を再点検したところ、時点で落選とされていた伊礼忠さんの順位が再開当選者と入れ替わり、伊礼さんが当選となりました。選挙から1年4ヶ月を経て当選証書を受け取った伊礼さんは、証書の重みをうるま市民の声として受け止めていきたいと意気込みを話していました。